どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。ではでは、今回追加した雑談に関してです。トランプ弁護団の一人、リンウッド弁護士の超熱い演説をお届け。ちょっとピザのデリバリーみたいに聞こえるけど、マジな話、これは熱い演説だったわね。素晴らしいよな。愛国心が滲み出てる感じがしたな。日本人の私たちがアメリカ人の愛国心をどうのこうの言うのは変な話だけど、私は自分の国を愛してる人って好きよ。それわかる。一応、誤解のないように言っとくけど、あの半島の連中には愛国心なんてみじんもないわよ。歴史的にも同族を狂ったように虐殺してるし、今現在もあの国の国籍を捨てて、他国の国籍を取得する比率が多いらしいし、そう言われるとそうなのかもな。それに、生まれ変わったらもう今の自分の国には生まれたくない。とか大半が言ってるのよ。あの国じゃ、生まれた瞬間から人生が罰ゲームみたいになっちゃうもんな。でも悪さばっかりするからそうなってるわけで、結局抜け出せないループなんだけどね。なんか話が逸れてない？いやー、しかしいい演説だったわ。さりげないつもりかもしれないけど、かなり不自然な話の戻し方だぞ。今回のリンウッドさんしかり、シドニー姉さんやジュリアーニさん、ジェネラル、フリンとかまで応援してくれてるトランプさんはやっぱすごい人なのね。ちなみにフリンさんは、2016年にトランプさんが大統領選に勝利して、まだ正式就任してない時期に、安倍さんとトランプさんを引き合わせたらしいぞ。え、そうなの、すごいじゃない。その後にアメリカが取った親日、反中政策にも影響したかもよ。かっこいいわ、超有能。まあだからこそオバマ一派に狙われて陥れられたんだろうな。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。ニコニコ動画って使ったことないなぁ。という方でも、説明欄のリンクを押すだけなので簡単です。同じく説明欄には、YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等に用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。事実、過去3回バンされていますので、今後もサブチャンネルを使う可能性は高いと思います。ところで話は変わるんだけどね。ほうほう。YouTube の最初のチャンネルがバンされて、ニコニコ動画に軸足を移してちょうど1年ぐらいになるわね。そうか。よくネタが持ってるよな。ほんとよね。でもいくら頑張っても最初のチャンネルでの視聴回数とか登録者数に届かないわね。もう YouTube は無理だろうな。完全に人目につかないようにされてて、その設定は解除してもらえないんだろうな。一方でニコニコ動画のフォロワーはじわじわだけど伸び続けてるから、それだけが心の支えよね。もともとのユーザー数が団地だからかもしれないけど、YouTube と比べるとかなりじわじわだけどな。しかも収益とか何十分の1とかでしょ。うむ。ニコニコ動画ってお金にならないとは聞いてたけど、ここまで収益が少ないとは思わなかったな。まあ収益目当てではないからいいんだけどね。うん、全然気にならないわよね。あのさ、ほんとお金とかどうでもいいから。なんで泣いてんの？続きはニコニコ動画でね。